お世話になります、ひとりでございます。今現在サトシのピカチュウ8種類が順次配布開始されてると思いますが、その5種類目のピカチュウが配布開始しましたので情報を共有させていただきたいと思います。今回配布開始したのは一種地方の1種類のみでございます。ピカチュウ配りすぎてもういいよみたいな声もありますが、それを一周するようなね、もはや一周回ってめっちゃいい一種類なんじゃないかなと思います。ついウィッシュしたくなっちゃいますね。まあそんなのは置いといてやっていきましょう。やり方については不思議な贈り物からですね、不思議な贈り物を受け取るですね、ワイルドエリアニュースやろうとしちゃいましたが、シリアルコードで受け取るですね。はい、これでいきます。で、今回は前回のボルトタックルみたいにあんま関係性が分かんない感じじゃなくて、ちゃんと関係性があるやつですね。はい、 P1KABESTW1SH とピカベストウィッシュですね。これはちゃんとアニメの名前かな。なんで今回はめっちゃいいやつなんじゃないかなと思います。はい、行きましょう。はい、贈り物を探しています。でビューンとなって一種キャップのピカチュウ来ましたね。 OK、これは1種類だけですね、もらえるのは。ウェー、来ましたね。いつも通り来まして、どんなやつだ。あ、これは結構変わりましたね、デザインが。前回とかとは全然違う感じの、初期に近い感じですかね、どちらかというと。はい、じゃあ見ていきましょう。まあまあが4つありますね。8マーの個体ですね。で、かなり E が2個と全然個体値良くないな、本当に。歴代もらったポケモンここ3種類今いますけど、全然どれも個体値良くないっすね。まあ中身見ていきましょう。はい、また親サトシのピカチュウレベル25のオスでございますと。やっぱこっちの方が爽やかでいいっすよね、白の方が。前回のとかはこいつなんですけど、ちょっと黒が基調とされていて赤の部分も多いみたいな帽子のところがですね、なので、まあ、私的にはこっちの方がなんかスッキリしてていいかなっていう印象ですけどね。まあいいや、それは。はい、で内容は特性静電気で、静電気を体にまとい触った相手を麻痺させることがあると。もうこれ何回だっていう話なんですけど、読む必要もないことですね。で10万ボルト電光石火アヤンテルエレキネット、これも全く一緒ですね。はい、で頑張り屋な性格、これも一緒かな確か。2021年3月31日はい、狂ってるポケモン番組で、今回もレベル25の時に運命的な出会いをしたようだ。わざわざ読む必要もないですね、これも。で、クラシックリボンですね。これも全く一緒。一応読んどきましょう。ポケモンが大好きなことを証明する記念リボンをつけた時の名前、ポケモン好きのピカチュウという感じでね。まあ、やっぱ、一種地方のやつだから一瞬で読めるっていう感じですね。まあ、ちょっと噛んじゃいましたけどね。まあ、ということで今回は皆さんのピカチュウ配布に対する不満の声を一周するような、一周回って素晴らしい、ついウィッシュしてしまうような一種地方のピカチュウを1種類手に入れられますので、ぜひ皆さん受け取ってみてはいかがでしょうか。でこの合言葉の有効期限は他のピカチュウもそうですが、11月30日月曜日の23時59分までとなっております。で残りは3種類ですね、まだ配布の個体はございますので、まあ私も動画を上げようと思いますので、要チェケラでございます。まあでもちょっと冠雪月の時上げれるか分かんないですけどね。やっぱ一種地方はなんか印象に残りますよね、名前が。なのでこんな歌歌いたくなりますね。街に愛の歌流れ始めたら、人々は寄り添い合う。